こんにちは、たましぐです。前回の動画でですね、 Bluetooth ヘッドセットを使って LINE 通話しながらツーリングするっていう話をやりましたけど、あいにく話し相手の人の声がアクションカムの録画の映像の音声にはちょっと取れてなかった、ちっちゃくしか取れてなかったっていうことがありましたね。ヘルメットのこの辺にね、スピーカーがあるわけですけど、私このマイクをね、ここにつけてたんですね、この辺。まあ、これと一緒です。これヘッドセットの音声取るところなんですけど、この辺にアクションカムの録音用のマイクもつけてました。一人で走るときこんな感じのマイクの場所で撮影してるんですけど、まあ、ここだとここのさっきのスピーカーから、この辺にあるスピーカーの音声がまあここまではよく届かなかったっていうことなんですけどね。で、今回この養生テープでこのマイクのスポンジを縛って、でちょっとこう短冊状に飛び出させたやつをですね、このヘルメットのスポンジの隙間にこの短冊をシュッと差し込むことによって、まあマイクがここにこんな感じで固定できるんですけど、まあこれだとここのスピーカーの音がこの辺の通って、こうこのマイクが拾ってくれるんじゃないかなという。でこれで LINE 通話テストをちょっとしてみたんですけど、まあなかなかアクションカムで再生した映像に音声がちゃんと入ってたんで、まあこれでちょっと走ってみようかなと思ってます。明日ちょっとまたこれでツーリングに行ってみます。もうグローブが汗ばんできてもうはめられなくなってきた。じゃあとりあえず299に回ってって受けて、オッケー。 SR のマフラーの音がなんかコロ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 ってなんか、ああそうかもね、ジェットだから。結構 Bluetooth のスピーカー音量はマックスにしないと聞こえないよ。エイチ君がすごい近くに止めてるように見える。ビタビタじゃないですかみたいな。もう全開だな俺全開でちょうどいいぐらいだ俺。おいちくん余裕なの。流してる感じ。ほんとタンデムの400でちょうどハンデになってそれでも俺は一生懸命走んないとダメなの。はーい。今日行かなきゃもったいないもんな今日な。朝気持ちいい時間帯だとこんなに車もいっぱいいんだなこの間こんなに混んでなかったの。この間遅かったからか、あれ。
いやいいね、いやいいね。手振ってたけど。ここはなんだ、武蔵横手か。めっちゃ無人駅だ。この辺から気持ちいいゾーンに入るはずなんだけど。めっちゃいい景色だな。お、引っかかっちゃったの。あれだな、マイクでちゃんと音取れてるか確認すればよかったな。一回再生してみればよかった。失敗した。四大体操でまたツーリングになってんだ。また勝手に参加。聞こえてるよ。いい感じだね。やる気十分なの。張り合ってるやつがいた、張り合ってるやつが。やっぱり排気量あるとこうビューンっていくとき速いからだな、やっぱいいよな。譲られちゃったじゃん。あの人が煽るから譲られちゃったじゃないか。こんなところで譲んねえで普通。なんかあれでもうあの299走ってたらバイクが怖かったからもう行かないみたいな感じになっちゃってる。やっぱりみんないい天気だからみんな手振って走ってんな。なちゃん捕まってないとあれだから危ねえから。どれだかわかんないけどくせえバイクがいるな。やっぱあの人かな。ね、なんか臭いよね大市くんね。なんか排気臭いやつが何かいる。
どっちかじゃね。電池は取れてねえからくせえんやん。なんか焦げ臭いよ。焦げ臭いっていうか、なんだろう。なんかちょっと変な匂いする。自分のバイクのエンジンがちょっと焼けてる匂いだったりして。二血楽勝になった。いいね。なんで千ちゃんがさらにパワーアップしてるかもしれないじゃん。危ねえな。なんかマイクが鼻にぶつかっちゃいそうなんだけど。いや、やっぱり午前中だね、やっぱね。そうだね。ねえ、全裸監督。空が青くてめっちゃ気持ちいいもんね。勝手に参加になってる。さっきのファミマにいたモトクロスの人、一足で10キロぐらいしか出ないとかなんか言ってた。マジかよとか思ってた。あれ、泥山走るタイプだから、あれお風呂オンロードをなんかスーッて走るバイクやねえんじゃん、ああいうのって。あ、なんか撮ってる人いる。また撮ってる人いるよ。NSR だから。あれに聞い取られると危ねえんだよな。ああやって、休みの日に通るバイクをとしこしこ撮ってるわけですよ。あれ、ツイッターとかであるの？見つければもらえんじゃん。見つけられるかどうかわかんないけど。今日小丸トンネルも全然寒くねえよ。あ、聞こえなくなっちゃった。聞こえてる。意外と電波届くんだね。なっちゃんはあれなんじゃないの、マイクが弱いんじゃないの。耳は聞こえてるけど、マイクが口元にないでしょ、だって拾えないんじゃないの、あんまり使ってるやつだと。俺なんかだって口のすぐ真ん前にマイクあるから、もうあのベロ伸ばせば届くぐらいの距離にマイクあるから。鼻ガードの内側に出てるとさ、もうほんと下手すりゃ当たるぐらいの距離にあるから。聞こえてる。なっちゃんの声聞こえない。俺は薄臭くないの。
うん、普通普通。音もそんなになんか変わってる感じしないし、自然な感じで聞こえるよ。あ、そうなの。よくそれで聞こえてたの。あ、やっぱなんか空気冷たくなったの分かるね。うん、急になんか寒くなった。うん、やっぱジェットじゃちょっと巻き込みが辛いですよ。なんかそんな気がするね。やばい、反応の山の精霊の声が入ってるよ。うん、山の精霊の声が入ってるよ。あ、なんか手がちょっと冷たくなってきた。今でもあんじゃないの、どっかに。足がくぼスケートリンクどっかにあるよね。うん。お、道の駅足がくぼ残り1キロ。もうちっこいの走ってる。止めるとこないんじゃない？止めるとこねえんじゃねえか？端っこの方に止めよう。あ、いっぱいバイク止まってる。こっから見るだけでも。すごい気合入ってんだ。なんかもう気合十分な蛇行して、あ、ニダボちゃんじゃないですかこれ。ニダボちゃん。てててて。あ、GTR。こんなとこしか止める場所ないの。